北香谷駅は、大阪府大阪市住の駅北香谷2丁目にある、大阪市高速電気軌道4つ発線の駅。駅番号は Y20。プラットホーム単式と島式を組み合わせた2面3線ホームの地下駅で、2番線は、道区緑木にある、車両基地へとつながっている。車両基地があるために、早朝と夕方は、列車本数が多いため、 終点の墨野江公園駅まで運行することが、ダイヤの都合上困難な列車、または、車両基地から出航した列車は、北加賀を、終着、出発とする。また、上り列車では稀ではあるが、車両取り替えのため、墨野江公園発あたり駅止まりが3番乗り場に、到着、そこにあらかじめ2番乗り場に待機していた、当駅始発の2周目台機と接続とする場合もある。 4つ橋線の乗務員が所属する、加賀屋乗務所が隣接しているため、当駅で乗務員交代を行う電車もある。ホームの西端から東端までは8両編成分。御堂筋専用車両の回送列車は停車の際に、車掌の乗り降りのため、前より2両分がホーム外にはみ出る。通常の4つ橋線列車は6両編成で、停車位置でない隅の江公園より約15メートルと、 西梅田より約35メートルには、柵でガードしている。改札口は、東山1箇所ずつ設けられている。階段は、下りホームは西より1号車のさらに西側と、東より6号車のさらに、東側、上りホームは東より6号車のさらに東側と2号車、付近、エレベーターは、下りホーム2から3号車連結面、上りホームは西より1号車のさらに西側、 改札口行き、上り専用エスカレーターは、下りホームの3号車付近にあるが、ホーム行き折りエスカレーター、及び、上りホームのエスカレーターはない。また、改札外には、エスカレーターはないが、東改め修札よりから、南東側地上間に、エレベーターが存在する。2018年8月より、西改め修よりの4番口に、エレベーター新設工事が行われており、 完成は2019年10月頃の予定である。当駅は大国町管区駅に所属しており、住野江公園駅の非管理駅である。2020年11月10日の1日、上降人員は22,221人である。これは、四ツ橋線、全11駅中8位だが、四ツ橋線から他線への乗り換えのない駅としては1位。四ツ橋線、単独駅では、 西梅田駅、日後橋駅に次ぐ3位である。2016年までの6年間は横ばい、または増加傾向であった。減少傾向の強い、玉で、駅、花園町駅とは対照的である。駅の北側には、工業地帯、南側には、住宅地が広がっている。商業は、輝商店街が、駅から少し離れたところにあり、活気づいているほか、 スーパーマーケットや飲食店なども立地している。かつては大規模な工場が立地していたが倒産し、その後地に大規模なマンションが建設された。ありがとうございます。